おはようございます。ですね、ディンのサマースクールが始まっちゃって、なんか学校は別にやらなきゃいけないってわけじゃないけど、やってほしいみたいな。でも夏休みはさ、夏でいたいじゃん。でとりあえずで、オンラインだから家からみたいな感じだから、とりあえず今日はやってみて、でね、別にって感じな感じだったらやめようかなってそう、とりあえず、これからの小学校1年生のクラスの先生は良さそう。声ガラガラExcuse me yes、 なんで声ガラガラな。そう、今の担任の先生は良さそう、優しそうな感じ。でもまだわかんないじゃん、まだ20分しか経ってないから。で今休憩だから、てかそう、ログインするのにもう時間かかってさ、なんかシステムが変に変わっててもう嫌だ、だるいって感じだった。でも秋から8月なんだけど、始まるの8月の真ん中は学校行かなきゃいけないみたい。変わるかもしれない、あるの見てみましょう。今日も寒いっす。その霧がやばい、向こうが見えない。そうで、ディーンお昼ご飯、今日はピザ食べたいって言ってたからピザ作ります。冷凍ピザがないから作りますで、バーガー作ろうかなとかって思ってたんだけど、多分後で甥っ子が来るからちょっとベビーシッターしなきゃいけないからなんかさ、いとこたちとか見てて思ったよりもディーンはちゃんと食べる子だなって。フルーツとか野菜もちょっと食べるし、全部じゃないけど、いやね、なんかいとこたちは本当に決まったものしか食べないから、ちょっと食べさせるのが大変。じゃあもう動画撮ってること忘れてた熱いピザできました。おで、ディーンの授業終わった、イエーイ。で、結構長い間冷凍ピザだったんだけど、長い間1ヶ月ぐらい長いかな。で、冷凍ピザがなくなったからだからちょっと手作りピザ、エイジュとディーンは喜んでる、イエーイみたいな。手作りピザの方がいいんだったら言ってよ簡単なんだけど、冷凍ピザって便利じゃん。ただオーブンに入れるだけ。でもちろん男子のことだからチーズピザがいい。トッピング何もいらない。つまんない。じゃあ、お皿に入れましょう。乗せましょう。日本語がいい。寒いんだけど、今日14度だよ。日本やばいじゃん、暑い、湿気が。味見しよう。普通、ピザって感じVery good だって。いいもの買った、 Amazon から。何買ったと思う？なんかちょっとだけ眩しい。あれば便利だけどいらないけどちょっとあったら便利って思うものはレンジ。レンジうち今ないんだけど、なぜかというと別にいらないかなって感じなんだけど、日本のライスご飯温めるときにレンジあったら楽じゃん。でよくエジェットディーンライス食べるから大好きなの。パスタとかそういうのはフライパンでできるじゃん。でライスもできるんだけど、でもなんか水ちょっと足してで蒸しるなんていうのなんだけど、時間かかるし硬くなっちゃうの。でもったいないじゃん、硬いの私食べるけどちょっと醤油かけてごま油かけると美味しいじゃん。 anyways、 なのでちょっと小さいレンジを買いました。届くのは土曜日と思うんすけど、これです。はい、これにしました。ブランド名は
これ読み方わからない。Glans、Glans、わかんない。Anyways、今セールで50ドルなの、5000円ぐらい、5000ちょっととか。で、色はなんか赤とこれ、これちょっと可愛いじゃんと思ったけど、70ドルと黒は77ドル。だからこれかこれどっちにしよう。あんま使わないから安いのでいいやと思って50ドルにした。でなんかお茶がちょっと冷えた時に温めたりコーヒーとかとライスに使いたい。あとは食べ物は普通に火で温めてるから、いや小さいのだったらコンパクトでいいじゃん。土曜日に届くからちょっと楽しみすげえしょぼい楽しみ。では私そろそろ食べます。納豆、海苔、キムチ、昨日残ったチキンです。美味しそうじゃないっすか。頭がボサボサになったけど気にしないで。さっき団地と暴れた今甥っ子が来てるから、あディンと甥っ子超ずっと喋ってる、おしゃべり。いや、二人が遊んでる間私は洗濯物を畳みます。で、ピザ作ったからそれ食べると思う。なんか好き嫌い多い甥っ子だからピザも食べないかもしれない。でもなんか結構うちに来るから毎回チキンナゲットはちょっとね、私がなんか心配、もうちょっとちゃんと食べてよって感じなんだけどでも好き嫌いが多いからナゲットがいいみたいな感じになっちゃうと思うけど、コストコからでかいナゲット買ったの、でかい袋ね。なんか結構ベビーシッターしてるから最近、でも毎回チキンナゲットちょっとね、おいこたちは喜んでるけど私がちょっと栄養あるもの食べてよって感じになるけど、冷蔵庫にライスとかパスタとかチキンとかあるんだけどそれも食べたくないって言ってたからね。まあとりあえずテレビなんかつけながら洗濯物畳みます。でその前にこれ見せたかった、インスタグラム載せたんだけど待って、イエース、どうも洗濯物終わった、畳むの終わった。でさっき言いたかったのがこれ、これね、このトリーハートのスクラブ、なんかすごく人気でどこでも売り切れとか在庫が少ないとかないとかさ、そういうので、欲しかった匂い、モロッカンローズという匂い、ロバラがなくてどこでも、でアマゾンは20何とかとか、これ安くて66ドル99とか10ドルもしない、1000円もしないの本当はね。あー超いい匂い。これはトロピカルマンゴー、なんか超いい匂い、スムーディーってフルーティーな感じ、おー超いい匂いで使ったんだけど、あー like it、 私もボディスクラブ大好きだからさ超いい匂い、なんか違うのも集めたいと思った。あー so good、 yes、 で iHerb で売ってるんだけど売り切れてる。でも iHerb でそのバラのやつのボディバターが売ってるからそれ買ってみようかなと思って、そのローズシリーズどこでも売ってなくて、でも匂い好きじゃなかったらどうしようって感じだから、とりあえずボディバターを買おうと思って。今エジエちゃんはなんかタイ料理を作ってるんだけど見てみましょう、見てみよう。Hey. Hi. どうも、甥っ子のお母さんがもうちょっとで迎えに来るはず、それを待ってる。今日あんま動画撮れなくてごめんね、なんか予定外だった。今日の動画また次そのうち撮る Vlog と一緒に入れる予定です。疲れた、ごめん、あもう眠くて眠くてしょうがない。 OK、 じゃあまたね。おはよう、おはようございます。お元気ですか皆さん。
今日は晴れてる、珍しく。ああ、超嬉しい。半袖でいけるかもみたいな。超晴れてる。何度だろう、今日。昨日とか一昨日、14度だったの。今日は17度でございます。でもなんか、晴れてて風がないから、あったかく感じる。なんかたまに16度、17度でも曇ってて風が強いから寒いみたいな。Anyways、朝からテンション高い。メイクしちゃう。香水つけよう。ドシエルの香水。似てる匂いが、なんだっけ、ヴェルサーチのブライトクリスタル。今日はいい匂いの女になりたい。毎日臭いってわけじゃないけど。And ちょっと疲れてるし、生理前なので CBD20% を取ります。はい。腰が口に入った。うん、で、ネイチャーキャンに、あ、待って待って、で、ネイチャーキャンのセールなんだけど、クレイマスク、マスクの方とリップ、リップバームとハンドクリームとモイスチャライザー、保湿クリームっていうのがセールになるから、みんなよかったらチケットみて。リンク下に載せるね。リップバームもいいよ、これ。ブルワーン、今これしか使ってない、ここにあるから取りやすいみたいな。OK、 じゃあマスカラつけます。メイコとレビューしたこのマスカラを100回塗りやります。可愛くなった。So cute。 今日のリップは、最初はこれのカラーパープの動物の森のリップのこれをやったんだけど、なんですけど、この色ね。でもなんか、うん、物足りないって感じで、これさ、ポケってバンってなったらちょっと心配だから、なんか優しく、あ、剥げてきた。 Anyways、 やったけど、うんって感じだから、その上にこのエルフのアードリーがクリスマスにくれた Ride or Die Lip Balm Tough Cookie、 これ大好きなの、この色、これね。 Yeah、キュート。じゃあ頭どうにかしますか。そろそろ乾かねえよ、そろそろ乾かねえっつう。今日はとりあえず多分カーリーで行って、で明日は結んでみたいな、それかブローして、それか後で乾いたらブローしてっていう感じの、いつものパターンです。じゃあランチを考えて、私もお腹空いてきた。あ、抜け毛がやばい。何これ、ハゲちゃうじゃん。はーい。朝ちょっと撮って、夜ちょっと撮るって感じ。ごめん、サボった。今日は超いいお天気で、ベランダで超なんか10分くらいのんびりして、日差しを浴びて超いい感じだった。で、とりあえずちょっと化粧落として寝る時間です。ネイチャーキャンでこれスキンケアセールしてるんだけど、今 35% オフで、私のクーポンコード使えばさらに 15% オフなので、計算もう頭が回らない。いや、 50% オフじゃん。 Oh my gosh、 50% オフ合計って感じ。 Anyways、 これセールしてるの、この4点のスキンケアね。リップとモイスチュライザー、何、保湿クリームっていうのと、リストアハンドクリームと、クレイマスク。クレイマスクは前に、動画を上げたんだけど、で違う動画とかでも何回か多分しつこく見せてるけど、これすごくスッキリするの。だから日本の夏、ベトベトギトギトしてる夏にいいと思う。いや、とりあえず顔なんか塗りましょう。
どれ使うっけね。で、売り切れちゃったのが、これ、私これが大好きなの。これキューティクルとかにつけるのが好きと顔だけど、これ売り切れちゃった。これとラベンダーオイル、あとちょっとだけどまだある。ストックしなきゃ、セールしてる時に。あ、もう売り切れちゃって、 DM でラベンダーオイルがないって。ラベンダーマッサージオイル、とりあえず保湿クリーム、もういい感じ。ではでは、じゃあ今日の動画はここで終わらせようかな。いい匂い。だから染み込むの早い。あ、もっとつけよう。私クリーム大好き。クリーム、ボディクリーム、顔クリーム、オイル、ボディスクラブ大好きなの。なんか肌乾燥してるから飲んでって感じ。で、今まで使ってた顔クリームなくなっちゃう。あと1回でなくなっちゃう。 Oh my god。 今度インスタグラム載せるね。もうしょうがない、それを朝使ってるから。ね、いいや。メガネかけてたから、ここがねちょっと。メガネの後顔すっきり。じゃあこれやりながら、編集とかしてベッドタイム用意してって感じで、ナイトタイムルーティーンやります。ではまた今度の動画で会いましょう。冷たくて気持ちいい。ああ、見てくれてありがとう。 I'll see you soon。 なんか今すごいのんびりリラックスな感じ。 ディーンはテンション高い、いつも通り。声聞こえる？じゃあねー。